君に頭を垂れることもやぶさかではないが、頼むと言ったところで受け入れてはもらえないようだな。そりゃねえ、子犬だってくれと言われてホイホイ渡せるわけないのに。仲間を引き渡せと言われて簡単にうなずけるわけがないでしょ。交渉決裂か。残念だ。第四気空挺団に次ぐ全訪問開け。了解。第四気空挺団、艦砲射撃用意。速やかに全訪問開け。イエスマム。そう、頼んだよ。ええ、任せて。響け、殲滅のカブラヤよ。マジックランタン起動。イエスマム、担当艇に伝達。マジックランタン起動。そう、君の射撃はやはり警戒されていたようだ。大丈夫かい？ごめんなさい、あの光で目がくらんでしまって。はいはい、あちしの出番。ほら、そう、見せて見せて。ありがとう、ヒュンフ。次は大丈夫。カレンちゃんにもらったサングラスがあるから。マジックランタン一つでも随分な値段ですけど、あの人たち奮発しましたね。それだけ本気で私たちを相手取ろうとしてるってことだね。ちょっと気の毒になってきますね。まあ人の懐事情なんてどうでもいいですけど。今のうちに砲撃で足場を崩します。艦砲射撃開始。コーマリカ反応接近。これは即興レンジシーン。北東の刃の射程が報告よりも長い。マジックランタン全30機のうち18、いや22まで破損。第6艇より機関室破損の報告が。はぁ、ちっちゃやりすぎだよ。気候って落ちちゃおう。フェンフの言う通りだ。後の和解を考えるとあまり過言は残したくない。でも加減をして追い払うのは難しいと思う。近づいてくる大きくて力強い旋律が
いや、さすがに貴公たちへ不意打ちなどは成立し得ないか。こちらにはよく見える目とよく聞こえる耳がついているからね。それに、よくわかんないけど、こいつらをぶっ飛ばせばいいんだな、ウーノ。ああ、彼女の相手は頼んだよ、サラーさん。秩序の気空団団長代理補佐モニカだ。総員突撃。エッセル手伝う？うん、大丈夫。ソーンはこのまま気空団の監視をお願い。了解、気をつけてね。波状攻撃で相手を休ませるな。手数を削ることに集中しろ。させると思います。うわっ、まだ。この人数を相手にこんな。騒がしくて疲れる。調律させてもらうね。この演奏、頭がうらついて。聞こえるよ、穏やかな旋律。あなたもその方が楽でしょう。おやすみ。眠って止まる。ナイフで自傷してまで抗うとはなかなか根性ありますね。まあその状態で何ができるのかって話ですけど。フィンフ、その人大怪我させちゃったから直してあげて。はあ、殺してないんですから感謝してもらいたいぐらいですね。カトル、ウーノが言っていたよね。後の和解を考えるとあまり禍根は残したくないって。喧嘩を売ってきたのはあっちでしょう。ぶちのめして力ずくで黙らせればそれでいいんですよ。ああいう風なね。ぶっ潰れろ。
ニカが落とされたか。おやおや、よそ見なんて余裕だね。気を抜いてると剣卓取っちゃうよっと。さあ、落ちちゃった気空艇の人たち大丈夫そう？ちょっと待ってね。3時の方向、船が燃えてるわ。待て、俺が追う。まだ集団で動く兵も残っているはずだ。お前にはそちらの相手を頼む。でも俺の方が足は速い。連れてすぐ戻る。了解。フューフのことお願い。二人とも無茶はしないで。ああ、危ない危ない。随分な余裕だ。献身の展開もせずに私の剣卓を得るつもりでいるとは。いや、今回は趣味に走ってる場合じゃないしね。そっちも分かってるでしょ。もちろんだと。全ては空の秩序のためだ。あらら、こりゃヤバそうだ。はあ、見えた。刃を反らして直撃を避ける。スミルエスパーだ。あの子たちなんであんな。シス、すぐ直すからね。いい、あと回した。離脱するぞ。でも血がいっぱい。すまない、テラをかばってこちらへの対応が遅れてしまった。ああ、分かっている。エッセル、カトル、君たちはシスとフィウフを連れて先にこの場を離れるんだ。うん、分かった。ウーノたちは？秩序の気空団も被害が大きい。継戦の意思はないだろうが、テラは露獲されてしまう可能性がある。我々は寺を隠してからここを離れる。合流は星屑の町。いいね。やれやれ、
厄介事を持ち込まないでほしいんですけどね。次に狙われるのは多分星屑の町だから、相手は余裕があるけど万全じゃない。次の手を塞がれたらどうするか今も考え続けてる感じがあるの。私たちの拠点が知られていたとして、寺と星屑の町の二つだけという可能性が高いわけね。だったら私たち全員が星屑の町に集まって子供たちを守った方がマシでしょ。わかってますよ。行こう姉さん。うん、大丈夫シス、肩を貸すよ。フィンフ、ひとまず傷を塞いであげて。ああ十天衆の一部が戦場を離脱、砲撃を加えますか。この場で肩をつけないと。再装填用意。いや、不可意は避ける。このまま戦闘を継続すれば献身で残りの船まで落とされかね。だろ。分かってるってことでいいね。それはこちらのセリフだ。あまり我々を待たせるようなら、星屑の町への進行も考慮しなくてはならない。君こそ分かっているな。星屑の町のみんな元気かな。よろずやが言うには運んでほしい奴らがいるってことだったけど、待ち合わせはこの辺りのはず。団長。あ、エンセルさん。それじゃあシェルさんが言っていた運んでほしい人って。僕たちのことです。団長さんたちが来るとは思ってませんでしたよ。
十天衆の集まりってんで急に出かけちまったから何があったのかと思ってたぜ。うん、ごめんね、事情をちゃんと説明しなくて。後でちゃんと話すよ。ただ実は怪我人がいるんだ。それで予定していた経路が使えなくなってしまって。え？怪我人って十天衆の誰かですか？ええ、こんなことめったにないんですけどね。ひとまずついてきてもらえます？戻ったよ。具合はどう？エッセル、カトル、おかえり。あんまり良くないかも。してヒューフちゃん、起きてて大丈夫なんですか？あ、ルリア、あのね、怪我したのはあちしじゃなくて。団長。フラフラしてるじゃないですか。ヒュンフちゃんの言う通りです。それにしてもヒュンフがいるってのにシスの怪我が治ってねえのはどういうことなんだ？今回のシスの怪我はちょっと特別っていうか。秩序の気空団の王さ、青の騎士バルフリートの剣で斬られたんです。バルフリードさんに？彼の剣はソーンの魔導球と同じように魔力で生み出した特殊な効果を乗せることができるみたいなんだ。つっても毒とか目つぶしとかそういうのだってフューフならいつもパーッと直しちまうのに。今のシスってバラバラかけかけパズルだから、まずかけたとこから直さなきゃなんだよ。バラバラ、パズル？あのね、元気な人ってまん丸パズルなんだ。でも怪我するとピースが外れたりダメになっちゃったりするから、あちしの魔法で足してあげるのね。そうすると体の中にある直そうって力で元のまん丸に戻っていくんだ。わかる？わかんねえ。まあ治るなら何でもいいんですけど。うん、とにかくそのまん丸に戻すのをバルフリートの魔力が邪魔してるってことなんだよね。そう、それ。さすがは七王の騎士ってことですかね。逆に言えばヒュンフに直撃してたら僕たちにはお手上げだったでしょう。そういう意味ではヒュンフ以外に当たったのは不幸中の幸いってやつじゃないですか。そういう言い方やめてよ。あちしが悪いんだってば。問題ない。カトルの言う通り、お前が切られるよりはマシな結果だ。あなた、周りに構うと本当動きが鈍りますよね。ああ、そう
にジャミロがシスの後ろを取れた時はベトルがくっついてたからって話してたな。一人で動くのに特化しすぎなんですよこの人。あちし修行で避けるの上手くなったと思ってたのに、ほんとごめんねシス。気にするな、何にせよもう血は止まっている。単なる移動ならば支障はない。そこら辺はさすがフィオフの魔法とシスの体力だよな。あのでもどうしてバルフリートさんとシスさんが戦うことになっちゃったんですか。秩序の気空団も十天衆も空の平和を守るっていう目的は同じはずなのに。それは秩序の気空団からシスを引き渡せって要請があったんだ。シスがなんか悪いことでも。カルム一族虐殺事件の調査のためにって。調査するまでもない、俺がカルム一族を滅ぼしたことは事実だ。言いがかりじゃないの。ああ。俺は秩序の気空団のもとへ出頭するつもりだった。だが盗木とウーノさんに止められたんです。十天衆のメンツを保つため容易に応えるわけにはいかないってね。メンツですか。マフィアと同じ理屈だよね。空の世界を守るもっと上手な方法があるような気がするんだけど。あのさ、その事件のことをごまかせとかなかったことにしろってんじゃねえけど、なんだって今頃になって昔の事件を調査するってことになったんだ。秩序の気空団は事件への強制介入をほとんどしないから、誰かがシスを訴えたんだろうってシエテは言ってた。誰かっていうのは、例えば事件の生き残りとか。シスさんを訴えるメリットなんてそうそうないですからね。後で僕たち十天衆に睨まれるわけですし。わざわざ訴えるなら相当の恨みを持つ人間だってことです。姉さんが言ったようなね。生き残った人ですか。
か。まあ、それが本物の生き残りかというと、ちょっと怪しい気もしますけど。なぜ今なのか。不可解でしょ？十天守をはめようとして、関係ねえ奴がわざとってのも、ありえなくはねえんだな。うん。ウーノもそう言ってた。その意味でも、シスを引き渡すわけにはいかないって。シスの言う通り、事件は本当にあったこと。秩序の気空団は、シスに休憩せざるを得ない。そうなれば、これまで十天衆の力を恐れて動かなかった奴らが、パワーバランスの変化につけ込んでくるかもしれない。ですね。そうですね。ひとまず皆さんを気空艇で運ばないと。目的地はどこですか？うん。星屑の町だよ。そこで、十天衆のみんなと合流する予定なんだ。エセルとカトルの地元だよな。よし、とにかく星屑の町へ向かうとしようぜ。ありがとう、団長。よろしくね。そろそろ部屋に戻るね。風邪ひいたらダメだし。うん、だよね。アチシがバターンってなったら、ナル姉ちゃん心配しちゃうもん。あのさ、本当にシスはカルムの人たちのこと。そっか、そうなんだ。ダメだよ。絶対ダメなことだよ。怪我させたり殺しちゃったりって、やっぱりいけないことなんだよ。でも、シスがいいやつだって知ってるんだもん。許してあげてほしいって思っちゃうんだ。アチシの好きな人だから、許してもらえないかなって思うの。ズルだよ。エコ兵器だよ。別の人が好きな人、死んじゃってるかもしれないんだ。だからダメなのに。あちし、どうして昔にいなかったのかな。そしたら、シスもカルムの人たちも助けられたのに。どんなに最強だって、昔の怪我は治せないし助けらんない。悔しいよ。団お、星屑の町がある島が見えてきたぜ。早く戻ってこられてよかった。団長のおかげだよ。ありがとう。えひひ、よろずやからちゃんと報酬はもらってるから気にすんなよ。
にゃ。とはいえ本当に助かりました。僕からもお礼を言います。団長さん、僕たちが秩序の気空団とことを構えたのはすでにマフィア、マガザンの耳に入っているでしょう。奴らにとって目障りな組織が潰し合いをしている間に連中が星屑の町を狙う可能性は高い。子供だけで暮らしてる町だもんな。エッセルたちがいねえってなったら敵に狙われちまうのか。せめてシエテの献身を残していけたらよかったんだけど、今回は相手が相手だからそれも難しくて。たくあの人、遊んでないでとっとと青の騎士の首をいただいちまえばよかったんですよ。まあ兄弟たちもこういうことには慣れてますから大丈夫だとは思いますけどね。シス、階段大丈夫？構うな。それほど痛みはひどくない。シスさんの怪我も心配ですけど、リーシャさんやモニカさん、大丈夫でしょうか？この空域でやり合ったなら、リーシャの第四気空艇団が中心になってたはずだもんな。はい、あっちもこっちも心配で、気の休まらねえ話だぜ。どうせウーノさんたちと合流するまで僕たちも身動き取れないですし、シスさんは寝かせておきましょう。フュンフも魔法をたくさん使ったし疲れたよね。ご飯を食べてよく寝て体を休めよ。エッセル、カトル、今いいかな？うん。何かあった？実は二人がいない間に星屑の町に来た子がいるんだ。紹介したいんだけど。新顔ですか？わかりました、すぐ行きます。団長さんたちは？シスとフュンフが眠る横で騒ぐわけにもいかねえし、一緒に行くぜ。いいよな。星屑の町の新しい子ってどんな子なんですか？結構のんびり屋さんかな。あと歌うのが好きって言ってた。それとすっごくよく食べるんだ。お歌が好きなんですか？私と一緒ですね。仲良くなれそうです。ルリアと似てんのはよく食べる方なんじゃねえか？
確かに食べるのも大好きですけど、あの、私ってそんなにたくさん食べてますか？団長、あんまりルリアに意地悪するの良くないと思うよ。あ、意地悪だったんですか？もう。ち、皆さん静かに。この声、大人のものだ。それも知らない。妹に何してやがる！その小汚ねえ手を妹から！待って、カトル！ごめん、僕の説明不足だ！は？なんだこのでっかいおっさん。このでっかい？無限は体が大きいね。だってびっくりしちゃったみたい。大きい、うん、無限大きい、でっかい大きい、うん、覚えた。もしかしてこの子が新入りの？そう、無限っていうの。ほら無限、エステルとカトルだよ。ご挨拶して。挨拶？お、こんにちは、エッセル、カトルだよ。カトルだよじゃない、カトル、カトルだ。カトル、そうか、カトル、こんにちは。こんにちは無限さん、私はルリアって言います。それと飛空団の団長さんなんですよ。わあ、無限さん、でもすっごく大きいんですね。ルリアと団長。あとこっちのトカゲちゃんはね、ビーちゃんって言うんだよ。オイラはトカゲじゃねえ。ビー、トカゲない。ああそうさ、オイラはトカゲじゃなくてドラゴンなんだぜ。ドラゴン？ドラゴン、例えばでっかい。B、 ドラゴンない。これからでかくなるんだよな。悪い人ではなさそうだけど。甘い、人畜無害を装うのは
マガザンをはじめとしたマフィアの得意なやり口でしょう。でも必ず誰かが一緒にいるようにしてるけど、無限が外と連絡を取ってる素振り一切ないのよね。この島に来た経路は？この島には僕の店と取引してくれてる商人さんの気空艇で来たみたい。荷運びの手伝いをしてたんだって。ってことはよろず屋さんが紹介してくれた取引先だよね。マガザンとつながっているのは考えにくいけど、どんな手を使ってくるかわからないでしょう。ただでさえ今は秩序の気空団と揉めてますし。ここ数日マガザンの動きは割とおとなしいけど、嵐の前の静けさかもしれないもんね。金翼ヘブンの流通を急に締め付けたみたいだから、内部で反発があったのかも。あれもよくわからないんですよね。主力商品の一つなのに今流通絞る意味あります？一定の顧客を得られたから、今度は希少性を高めるつもりとか。ああ、あり得る。あとはまた新しい薬を作ったとかもあるのかも。ヘブンの調合を別のファミリーが解析したって噂もあるし。腐れた根ばかり増えていきやがる。何なんだあいつ。ニオがいてくれたら、無限に悪意があるかどうか確認してもらえるんだけどね。そうですね。たく、今どのあたりにいるんだか。十天衆との戦闘で負傷した団員たちのリストと気空艇の被害状況の報告書です。数字が示す通り惨敗です。第四気空艇団は再編に耐えうるだけの人的物理的余裕がありません。ご苦労。全空最強の名は伊達ではないな。敵を称賛している場合ではありません。こちらの被害に対し、向こうは一人が敵図を負った程度。それもおそらく数日中には完全に回復されてしまう。そもそも全戦力を投入した短期決戦以外に我々が十天衆を抑える手段はありませんでした。全気空艇団をファータグランデに集結させることができなかった時点で、我々は戦略的敗北を喫していた。見えていた結果です。
にもかかわらず先端を開く必要はあったんですか。十天衆にはかなわない。だからどのような訴えがあろうと見逃すべきだと。それはお前たちの憤りは理解している。直接被害を被ったのは我々にとって近しい団員たち、愛着のある気空帝だ。しかし相手が何者でも見逃す道理などない。たとえそれが神であってもだ。相手によって規定の変わる秩序は秩序足りえない。その通りだ、リーシャ。我々は力を持たぬ者たちにとって最後の砦でもある。我々が力に屈するということはすなわち人の世の秩序の死を意味する。追って指示を出す。二人とも今はよく休んでおくように。はい、失礼します。大丈夫か、リーシャ。大丈夫です。私は傷一つ負っていません。心配なのは団員たちのことで。リーシャ、父さんの言うことは分かっているつもりです。でもこんなに戦力をすり減らしてまでこの戦いに意味なんてあるんでしょうか。このくらいにしとこ。あんまり魔法いっぱいかけるとシスの体が疲れちゃうし。お前の方が疲れているように見えるが大事ないのか。わっ、うん、大丈夫大丈夫。あちし最強だし。はぁ、シスは寝て寝て、いっぱい寝た方が治るの早いし。じゃあね。シス、水を持ってきたよ。ここに置いておくから喉が渇いたら飲んで。世話をかけるな。気にしないで。フィュンフを助けてもらったことに比べたらこのくらい何でもないもの。別にお前のためじゃない。うん、でも私にとってフィュンフは大切な友達だから。友達か、ならばわかるだろう。奴の様子がおかしい。あれは問題ないのか。うん、
多分怒ってるし悲しいんだと思う。仲間の手が汚れてるってこと突きつけられてしまったから。フィュンフは私たちの中で一番正気だもの。正気か。私フィュンフのああいうところを見るといつもほっとするんだ。私がしたことは許されないことなんだってあの子が教えてくれる。同時に私が今ここにいることをすごく喜んでくれているのもわかるから。口には出さないけど団長もちょっと怒ってると思うよ。なぜだ。シスが秩序の気空団に出頭するつもりだったって言ったから。君は団長の気空団の団員でもあるんだから身の振りを勝手に決めたら気にするよ。そんなものか。そうだよ。団長としての責任って意味だけじゃなくて身内なんだもの。勝手にいなくなられたら悲しいし怒るよ。そうか。うん。許されない。無限平気。眠いない。夜の見張りまで手伝ってもらってごめんね。気にすんなって。こんくらい気空心には朝飯前だぜ。朝飯前。朝ご飯？ご飯を食べる前ってお腹が空いて元気が出ないですよね。うん。お腹すく嫌い。朝起きてすぐで眠くってご飯も食べてなくて元気が出ないけど、そういう時でもできちゃうくらいに簡単なことって意味なんです。おお、朝ごはん前。うん、見張り朝ごはん前。はあ、差し入れだよ。ほい、あったかいお茶。うわー、ありがとうございます、ヒューちゃん。へへへ、実は星屑の町の子に頼んで入れてもらったんだけどね。無限にちょうどいい大きさのカップなくてさ、おかわりしてね。ありがとう。そういえば無限さん、家具もサイズが合わないかも。ベッドとかどうしてるんでしょう。うん、今は
床にマットを重ねたのを並べて、そこに寝てもらってるんだ。これだけ頑丈なら直接床でも良さそうですけどね。カトル？ああ、うちの村にじっちゃんが来た時も最初困ったってパパが話してたな。赤ちゃんだったヒョンフちゃんの魔力が暴走しちゃった時に助けてくれたのが奥田おじいさんだったんですよね。そうそう。で、その後もあちしが大きくなるまで村で一緒に住んでたんだ。他の人ハービンばっかだからさ、じっちゃドアから入るのも大変で、あちしんち建て直したんだって。ああ、ドラフだとハービンサイズの扉は通れねえもんな。それにじいさん、ドラフの中でも割とでっかいし。じいさんでっかい？例えば無限じいさんどっち？無限のがでっかいかな。ん？無限どうしたの？匂い変。あっち。やった！すごい！すごいです、無限さん！この砲弾、爆発物ではなく金属の塊ですね。まだマシだけど、急いで砲台を潰しに行かないと。エッシェル、カトル、また来る。お待たせ。遅いんですよ。まあまあそう言わないでよ。これでも大急ぎだったんだから。シエテがここにいるってことは。うん、ウーノたちも来てるよ。とりあえず砲撃してきたやつのとこへ行ってもらったけどね。敵は砲台を放棄して逃げたみたい。もうすぐウーノたちも来るわ。そっか、ありがとうソン。おかげで助かったよ。ううん、気にしないで。私は初弾を落とせなかったしね。あれは誰がやったの？無限殴った。殴った？飛んでくる砲弾が見えたの？あ、ううん、手は大丈夫なの？うん、大丈夫。そっか、そりゃすごい。町を守ってくれてありがとね。
団長ちゃんも手を貸してくれてお兄さん助かっちゃったよ。任せっぱなしにしとくわけにはいかないし、お兄さんもいいとこ見せちゃおっかな。